かずねと大川美穂とももいちごの予告がしたい。この時間は各週金曜日に配信している私たちの番組女子会乗りでラジオがしたいの予告番組です。4月26日金曜日の配信の中身をちょっとだけお話します。今回の配信ではサーファーはいい、チャラいから。うん、チャラいんすか。個人の意見です私の意見。あら、真面目なサーファーだっていると思うよ。真面目なサーファー、丘サーファーの方がチャラくない？丘サーファーえ、丘サーファーって何、うん、何？なんか普段はサーフィンしてない人でしょ。あ、そうなんだ。え、じゃないの？サーフボード持ってない人何に乗ってんの普段は丘にずっといて、ちょっとモテたいからってサーフィンしちゃって夏だけチョカルみたいなさ、そういうイメージなんですけど。モテたいがためにっていうこと？波に乗るんじゃなくて本当は女に乗りたい的な。ああ、まあ大体そうっぽいね。そんな意味じゃない。ファッションとしてサーファーのような格好をしたりサーフボードを持ったりしているが、実際にはサーフィンをしてない人、うん、ダメじゃんダメじゃん、そいつよっぽどチャレーじゃん確かに。だったら海に乗ってね、波に乗っててほしいよね、うん、今日の週はこういう感じとかでね、本気の人の方がいいけど。なんかありますよね、そういうガチャラそうとかに思われてしまう。なぜか、まあ、イメージね、うん、私ある。何？職業って言ったらいいのかわからないけど、うん、最近できた言葉だと思うんですけど、うん、オーガナイザーってチャラくね。オーガナイザー聞いたことある。どういう意味ですか？私のイメージとしてはちょっと、なんていう、ダンスミュージックうん、とかを、うん、この、まあ、DJ さんとかを何人か募って一つのイベントにする、うんうん、そういうプロデューサー的な人。オーガナイザー。オーガナイザー、あー、まあ、ビジネスシーンで使われる言葉もあるけど、まとめ役、うん、まあ、企画イベントだったら主催者。そうそうそう、主催者って言えよって感じ。なんかオーガナイザーってチャラくない？でも俺オーガナイザーなんすよチャラーいなんかビジネス用語とか、なんかさ、働いたことはないから分かんないんだけどさ、うん、CM とかでよく見んじゃん、うんうん、結果にコミットをしてどうたらこうたら、ルーみたいなことでいいかなルー大柴さんみたいなことでしょ一部分だけ。そうね、それ日本語で言ってもらって OK ですみたいな。 OK です OK ですあー、るよね。なんかそういうのはちょっと、そのイベントの主催者がちょっとチャラそうなイメージ。まあイベントの種類にもよるだろうけど。そうなんだけど、パリピが集まりそうな。あ、そんな感じがするの、すごい。やつね、だ取りまとめてる人もそういう社交性があって、でもそうだろうね。お話上手でってか、ごめんね、勝手になんかイメージ感じてしまうなっていうのはあるよね。あと古くというか昔から言われてるのはこうバーテンダーの方はあとかね、チャラいというか、B3B ってね言われてるよね。美容師、バーテンダー、バンドマンが言われてますよね。今はそうでもないような気もするけど、まあでも本当人による。そう、人による。真面目な人は絶対いるだろうし、真面目なサーファーもいるだろうし、大会とか出ちゃう、うん、で真面目なねバンドマンだっているだろうし、うん、真面目な美容師さんだっているだろうから、うん、一概に言えないんだけど、うん、なんかイメージっていう、うん、私あのチャラメガネ好きだからチャラメガネチャラメガネあチャラそうに見えて、こいつマジクソ真面目だなみたいな人いるんだよ、たまに。二次元のキャラねそういや、それはマストでいるじゃん。いるよね、いるよね、絶対にいる。そういうのを見ると愛おしいなと思う。なんか人気あるよね。人気あるよね、チャラメガネ。いつもニコニコしてでも裏がそう読めないなこいつっていう、うんうんうん、だから社交性は高いんだけど、うんうんうん、意外と奥手で真面目っていう。そうなの。そうそうそう、いるの絶対に。もうテンプレ、うん、へえ、だ好きだってなる分かってても好きだ、お前真面目なんだろ。え、例えば一語が分かりやすい、作品で何か自分が分かるやつ。何が分かるんだ。私が好きなキンプリのかけるくんはまさにチャラメガネなんだよね。あのオレンジの。そう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 、はいはい、ああそうなんだ。くっそ真面目なの。
くっそ真面目で硬いのよ。でそんな自分が嫌だからって言って、そう隠すの、隠すためにチャラくしてんの、うんうん、そうか、ちゃんにーちゃんねーっていうのそこのちゃんにーちゃんねーっていうの時代はいつそっか行くよーんとか言うんだけど、本名はなんか獣王院和夫って名前和夫和夫なんだけど、和夫は嫌なのかけるっていうのそうなんだ、そうそうそう、本名は和夫くんなんですよ、一の男と書いてね、はー家庭ね、家です、そう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 、あ確かに可愛いかもね、可愛いっしょ、そういうのは、うんうんうん、ね、うん、その本、自分は悟られたくない、見せたくないから隠して隠して、いやどっちかだよね、そのチャラく行くか、うん、お姉に行くか、お、あーあーお姉もいいね、お姉系、お姉もいいんだ、お姉系男子みたいなのもいるよね、いるね、うん、あでもそういうのってボディービルダーもそうだから、え何どういうこと、一見すごそうに見えて、うん、パワフルに見えるけど、うんうん、コンプレックスがあって、うん、それをなんとかしたいっていうところから筋トレ始めっていう人も結構多いから、あ自分がちょっとひょろひょろなのが嫌でとか、とか例えばちょっと、うん、そんなことない、男性としては普通なんだけど、うん、ちょっと背が低いなって自分で思い込んでしまってる方が、じゃあ体を大きくしようとか、うんうんうん、気持ちが弱いから、あのフィジカルから行こうとかっていう人もいるから、だから和夫と、うん、実質和夫とボディービルダーは一緒よ、うん、一緒かどうかは分からないけどまあでも原動力は偉いなと思う、そう、うん、頑張る力みたいなのがね、うん、あるってことだから、こう見えたい、うん、あじゃあチャラくないんじゃない、そうチャラくない、サーファーはチャラくないんじゃない、人による、チャラさはね、さあ番組が聞きたくなったあなたは、温泉プレミアムで配信中の女子会のりでラジオがしたいをチェックしてください。